はい、こんにちは。ガタガタ高校ガッチャンです。今日は、初めてなんですけども、車内装備の中の一つずつ、ご紹介したいと思います。まずは、エアモニ 3.1 という、俗に言われている TPMS、ワイヤレスタイヤ空気圧センサーの方をご紹介したいと思います。こちらの方は優れものでして、常に空気圧と温度を、監視をしてくれるという、特にキャンピングカーは常に耐荷重が、きつい状態、シビアな状態ですので、これは常に監視しておくと、バースト事故を未然に感知をして、防ぐことができるんではないかというふうに思いまして、装備してみました。こちらしかも、バックライトの方の色が基本は、今出てくるこちら白なんですけども、いろんな色をボタン一つで変えることができます。こちらのブルー、月が出てくるのが、赤のレッドですね。その他にはグリーン、それとパープル、あと、アップルグリーン。最後に、エメラルドグリーンということで、ボタン一つで、好きな色に変えることができます。もし異常が感知すると、警告音とともに、これが出てくる赤ですね。この色で、警告音で異常を教えてくれます。赤を普段の色にしてしまうと警告音と、警告時と少し差が分からなくなってしまうので、うちはグリーンの色で、常に動くようにしています。あと電池でも動きますし、シガーソケットからも電源が取れるので、安心して電源はつけっぱなしで走ることもできるということでもあります。じゃあちょっと、わざと振動を加えて、動かしてみましょう。どういう感じで動くのか見てもいただければと思います。よいしょと。今、振動を感知しました。ちょうど今 5.6 と出ているのが左後ろですね。右後ろが感知、センサーが入りました。5.8 の、タイヤの温度が9度ですね。まあでも実質この辺は、数値は大体おおよそというふうに思った方がいいと思います。右前も感知しました。5.4 の10度。もうすぐ左前も来ますかね。はい、入りましたね。これで4本全部、測定されたことになります。まあ、そういった形で、常に、監視をしてくれるというところもあるので、安心して、見ることもできます。こちらバッテリーの方も、先ほどお話した電池とシュガーソケット大丈夫ですし、センサーの方はボタン、電池 CR1632 を、1つのセンサーに1つつけるような形で使うことができますので、最長7ヶ月が使えるそうです。とてもある程度信頼できるんではないかなと。で耐荷重も、9.9 気圧ですねまで、使えるので、キャンピングカーにも持ってこいというところになります。でこちらわざとセンサーを外して、異常の音がどのようになるのかちょっと見てみましょう。今、外しましたところ、0と右前が出ました。ちょっとつけてみましょう。そうすると、ちょっとバックライト消えちゃったんですけど、5.4 とまた戻りました。異常が感知すると赤くなって警告音で教えてくれます。その後戻れば、きちんとまた元に戻りますので、その辺は安心できるんじゃないかなと思います。こんな形で、車内の装備をいろいろご紹介していこうと思っておりますので、今後もご期待いただければと思います。また、いろいろ旅の情報も見てください。ありがとうございました。